この度はラブライドキャンペーンのご当選おめでとうございます。ありがとうございます。こちらが商品の10万円分の旅行クーポンになります。 ありがとうございます。いただきます。はい、そしてこちらがあの1週間レンタルさせていただくスパイダー RT リミテッドでございます。はい、まあ、嫁さんと、まあ、30年前に、瀬戸大橋の方へ旅行に行ったんですけども、まあ、ちょうど、まあ、30年ということでこの旅行のキャンペーンがあったんで、今度はぜひこの BRP で、瀬戸大橋の方で、を走ってみたいなと思って応募しました。まあ、東京モーターショーとか名古屋のモーターショーで、これは見かけたんですけど、なかなか乗る機会がなかったのでちょうどキャンペーンだったので応募しました。はい、まあ、1週間あるんで、まあ、この辺だとあの南千田とか、まあ、富山の方、あと石川ですかの、この前ちょうど千里浜行ってきたので千里浜あたりをちょっと走りたいなと思います。はい、まず操作説明ですけど、まあ、これはあのアクセルがオートバイと一緒です、ね。あ、はい、でブレーキが足のみになりますので、ですね、はい、そこだけはちょっと慣れず、この、はい、気をつけてください。そうですね、はいはい、でこれが前と後ろのブレーキを上手にかけるんで、あ、はい、皆さんこの前とがあったらなとか言われますけど、ああの上手い下手が出ず車みたいな感じで上手に止まるので、はい、こちらの方が安全だと思います。はい、であとウインカーがこちらですね、右ウインカー。あ、はい、で曲がりきれば車みたいに、戻るんですね。戻るんですけど、はい、車線変更とかの場合だとこれで消してください。 はい、あとハイビーム、ロービーム、はい、それからあとですね、これクラクションです。あ、はい、であとこれがギアになります。ギアが変速が、これが上げていく方です、ね。あ、はいはい、で落としていく方はブレーキを踏んでいっていただければ自然上そのスピードに合わせて、ギアをダウンしてきますけど、はい、こちらがマイナスになってまして自分で落としたい時はこちらで落とす。なので落ちていく時はスピードが落ちてからそのスピードに合わせてギアを落としてくるんですけど、うん、エンジンブレーキかけたいときはやっぱり、それでね、バンバンってやってクリッピングしていきます。はい、はい、非常に走りやすいです。めちゃくちゃ安定感があって思ったより、まあ、バイク感があって安定してるって感じですね。やっぱり信号待ちやなんかでも二輪だと結構、ね、フラフラしちゃったりとかいうのがあるんですけども、まあ、めちゃくちゃ安定してて、で、まあ、その、セミシフトですか、あの辺もスムーズになんとかいける感じだし、はい、ちょっとたくさんもっと乗ってみたいです。はい、じっくりちょっと見たことなかったんですけど、まあ、前の感じとかランボルギーニ見てていうのがすごい印象であったんですけども、ね、すっきりした感じで、ね、重圧感もあって非常にいいと思います。はい。